リオメイン動画だよ。今日の動画は10月から変わったベースメイクのやり方をご紹介していきたいと思います。スキンケアは終わったのでベースメイクを作っていきたいと思います。まず塗るのがビオレサラサラ UV マイルドケアのミルクの30を使っていきます。普通にここら辺は手に取って適当に。まあいつも適当なので適当にこういうふうにして、ちょっと私はいつも出しすぎるので結べばよかった。ちょっと首とかにもなじませていきます。そしたら、続いてが下地に行ってます。今回の下地はセダンヌの UV カットベース N のナチュラルパール SPF23 を使っていきます。普通に適当に5、6点置きしてパフで伸ばしていきます。もうここら辺は適当なので、これ準備してて、あったった。こういうふうに手についてるやつを拭くのが前ダイソーの購入品とかで紹介してるこのね、キティちゃん、これマイメルちゃんタイプなんですけど、マイメルちゃんの普通に、これドンキだ、ドンキか、ツルハドラッグで買ったスポンジで普通に伸ばしていきます。そうしたら、じゃんだから軽く縛ります。でもなんで、そしたらファンデーションはロレアルパリのルーセントマジックリキッドファンデーション N5 番のピュアハニーを使います。まあ、間違って色買っちゃったんで、私の肌からすると若干明るいと思うんですけど、最近のメイク動画は全部これを使ってます。きっとにこんな感じで置いたら、さっきので手を振って、またスポンジで伸ばしていきます。また使うものが変わったら、こうやってメイク動画にしていきたいと思います。いつもこんな手順でやってます。
こういうふうに綺麗な円で伸ばしていきます。ちょっとね、一応最後にティッシュとかで拭き取るのであれなんですけど、ちょっと私は出しすぎてしまうので、いつも。そしたら次はコンシーラーを使っていきます。サナーエクセルのブレンドコンシーラーの SPF23 を使っていきます。コンシーラーは2ヶ月に一遍変わってるので、前の動画で同じものを使ってることもあるし、前の動画と同じコンシーラー使ってるじゃんって思うかもしれないし、別のコンシーラーかもしれないので、毎回違うかもしれないし、毎回同じかもしれない。で、目の下のクマ、鼻と眉毛、そしたらまたパフで叩いていきます。叩き込んでなじませていきます。で、こっちも伸ばしていきます。そしたらティッシュで油性の油を落としていきます。こういう風に落ちたら こんな感じです。違いはあんまり変わんないと思うんですけど。そしたらキャンメイクのクリームチークの CL6 番を使ってね、塗りチーク、仕込みチークをしていきます。普段メイクとかはこういう風にしてます。で、綺麗な面でちょっとね、ぼかすつうか、ぼかします。そしたらチークもこのパウダーも毎回違うんですけど、今回はレブロンのスキンライトプレストパウダーの04番を筆に取って塗っていきます。適当にここら辺を塗ってます。首辺も塗ります。一応ね、首とか耳とか、で、終わったらキャンメイクのシェーディングパウダー03番を使ってシェーディングをしていきます。
影を作っていきます。まあ、色が薄いのかあんまり入ってない感は否めないんですけど、これで私のベースメイクは終わります。こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。